代表質問させていただきます HBC の淵上です大丈夫でしょうかファイターズからファン投票で9人が選ばれるという快挙となりましたけれども選出メンバー代表して今の気持ちを聞かせてくださいえまず、えー、これだけのファイターズの選手を選んでいただい,いただき、えー、ファンの皆様に感謝したい 気持ちでいっぱいですし、えーまあ、本当に思いっきり楽しんで、みんなでいい思い出を作れたらいいかなっていうふうには思っておりますメンバー代表して、どんなプレーをファンに約束してくれますかどんな、まあ、あ,のありのままのいつも通りのプレーというのを、えー、お見せできればいいかなっていうふ改めてですけれども、9人が選出されました、どんなところがファンに支持されたと思いますか。 そうですね、エスコンフィールドって開催されるっていうことも、まあ、もちろんあると思いますし、どんなところが支持されたか、どうですか、<laughs> ちょっとなんか、はい、僕ら自身でどうっていうのは、まあ、分からないですけど、まあ、期待して選んでいただいたなとは思うので、そこは、はい、全力で頑張りたいいなと思いますご自身は両リーグ通じてトップの120万票以上の票を獲得しましたが、 この数字の重みとか価値はどういういに感じてますいや、すごく、はい、本当に嬉しいなと思うと同時に、まあ、驚きもありますし、はいまあ、なかなか、えー、そういった数字はないっていうことをお聞きしたのです、まあ、すごいい恐,恐縮だなと思いますねじゃあそれを踏まえてエスコン含めてオールスターでどんな活躍を見せてくれますか選出メンバー代表してお願いします。はい えまずやっぱり見に来てくださる皆さん、えー、見てくださってる皆さんを楽しませるプレーをしたいなと思います、えー、まあ個人的にはまあ絶対ホームラン打ちたいなと思ってるんでホームラン打てるように頑張ります